はいどうも、パープンテージェリウサッカーチャンネル、そして、ジェイツ沼チャンネルのツッツンです。ということで、今回は正式決定、片野紗奈監督、大分吹帰と、 いうことで正式発表き来ましたね、まあ、これね大分の公式 X の方に監督のまあ動画が上がっておりました、まあ本当、大分のサポーターからしたらお帰りなさいというところで、少子というところで、そう一応、これ、最初見ましたけどね、ね、えー、J2 専門チャンネル、まあ、J2 の沼チャンネルですねの方でも多分、動画が上がっているんじゃなかかというところで、まあ、J2 専門チャンネルの方はですけど、ね、動画概要欄からよろしくお願いいたしますと。 いうことでございます。さそうなんですよね。帰ってきてくれるというところで、まあ、噂には上がってましたね。一旦報道でも出ていたんで、まあ、多分時間の問題、タイミングの問題なのかな、時間に押しておりましたけどもね。というこれ、ね、新監督、じゃあ、どういう風うな布陣になるのかとか、いろいろ考えながら、今回見ていきましょう。よろしくお願いいたしますと、えー。いうことで、こちらでございますね。 これが、えー、今シーズンの主なメンバープラスまあ、刀のところなんで3バックですねこの3バックを採用した時のメンバー構成はこんな配置になるんじゃないか、まあ、これ一応名前が上にある選手がレギュラーとかあんまりそこらに関係なくまあ、配置んところですねこの選手は、えー、こことはここで使われるんじゃなかろうかという選手を、えー、一応とりあえず配置をしてみたというところでございますで一応もう長澤選手とかまあこれ対談が木又選手に関して今回も名前は、えー、出しておりませんのでそこはよろしくお願いいたします というところなんですけれども、で、まあ、見ていくと、そうまあ、監督、まあ、片野さんが大分を J3 から、えー、J1 へ引き上げる、まあ、J3 か J1 に上がった、ね、クラブって大分しかまだありませんよね、まあえー、町田デルビアが JFL から J1 にっていうのはあったんですけど、まあ、J3 か J1 へ上がったのは、この片野さんのところで大分だけどというところでございます。まあ、ただね、やっぱガンバ大阪では相当苦労しました、まあ、昨年途中でね、えー、監督解任で松田監督、バトンたちと。 というところでございましたけれどもね、いや本当相当苦労したというところでございましたね。で。 まあこれ、多分なんかの J リーグの YouTube か、なんかのどっかで、なんかのどっかで聞いたんですけども、いろんなね、クラブ、まあ、これね、今フリーなんでね、フリーなんで、まあ、解説業をやりながら、まあ、いろんなクラブの監督のえもので学んできたという話はされておりまして、まあ、最近言うと、スキビ監督ですね、広島スキビ監督のもでこでサッカーを学ぶとか、ちょっとそこでえ勉強してきたみたいな話はなんかでされていた感じがしますんで、まあね、これまで以上にこう監督としていろんな知識を、幅を広めた上で、監督復帰と。 いううとこででしょうでま3、あ、バックの監督なんで、一応こんな配置に、えー、なるんじゃなかろうかというところと、じゃあこのねポジションの選手が、えー、足りてないよねという話になってきます。まあ一応補強考察動画に関してはどっかでやろうと思いますこれ一応今回こんな感じで出しておりますが、また別にですけどね、えー、別動画で補強考察とかこういう選手がいいんじゃないか見たいいな動画は別に上げようと思ってますけど、まあ、一応こんな感じで現有戦力かというところで。 一応見ていくと、まあ、やっぱ左センターバックを務める選手が欲しいかなと、まあ、ゴールキーパーに関してはまあ西川選手、テイ・シェラー選手がいます、で今回これ出しているのはまあ全員じゃありません、まあ、今シーズン、主に出番があった選手というところなんで、まあ、ゴールキーパーは、ね、名前が挙がっていない選手が何人かいるんじゃ、中か,かというところですけど、まあ、来年もこの2枚で、ね、行くんじゃなかか、中が、両方とも足元がうまいんで、監、ま、督、あ、えー、サッカーに合うゴールキーパーじゃ、中か,かというところでしょうねただまあやっぱ左センターバックですね。 を務める選手が欲しい、まあ、真ん中は安藤選手でて羽田選手がいますんでまあ、2枚プラス、坂選手も一応真ん中はできますんでまあ、なのでまあセンターバック真ん中は何人か人材は。 いいるというところでしょうこでで右に関してはペレラ選手がいて、ね、ウェビ選手がいてみたいなところにはなってきますんで、まあまあまあというところ、だって左ですね、左のセンターバックで見ていくと、まあ、デルナ選手で香川選手は今シーズンもやりましたけれども、例えば香川選手は前、刀タ監督元では左のウィングバックをやっていたんで、多分3バックの左の可能性もあるけど、例えば香川選手が生きるのはここではなくて、やっぱりこ左のウィングバックのところだと思いますので、やっぱデルナ以外のまあセンターバック1枚、えー 左ができる選手ですねがいればねいいのかじ感じはしておりますが、まあ、ミサオ選手が一番ぴったりくるんでしょうけども、なのでそこに関してはちょっと補強が必要な感じがしますけどもね、でまあボランチに関してはまあメンバーいます、まあ、ユニワ選手いて安田選手いますんで、ダブルボランチはまあ安定、そして池田選手います、ね、ただ池田選手はまあ一応今年は主にボランチをやっておりましたが、琉球時代トップ下もやっていた選手にはなってきますんで、もちろんボランチでもいいんですけど、ただまあもう一つまあシャドウで疲れる可能性も ゼロではない感じでした,、ね、ただ、ボランチに関しては人材豊富というところでしょうね、でウイングバックに関しても、まあ、藤本選手、高畑選手、香川選手、まあ、左に関してはもう超充足してますよね、まあ、もちろん藤本選手がシャドウやる可能性もゼロではありませんけど、まあ、本職で置いた時には左が一番充実をしているんじゃなかというところと、右に関しては松尾選手いて、ね、茂選手いて、屋敷選手いますんで、まあ今年松尾選手、ね、得点を決めて、まあえー、調子良かったから、怪我がちょっと残念ではありましたけど、 とというところで松尾選手いますんで右に関してもそんなにまあね緊急性はないかと。 いううとこででしょうかで、まあ、シャドウに関しても野村選手いて町田選手いてみたいな、結構ベテランがね多いところにはなってきますが、まあ、さっき言った、ね、池田選手もここで起用可能と、あ鮎、まあ、川選手が残ってくれば、ね、いいんですけどね、鮎、まあ、川選手はシャドウもできるし、まあえー、フォワードもできる選手にはなってきます、もともとフォワードですけどね。というところなんですけども、も、まあ、シャドウに関しては渡辺新選手いますんで、まあまあ、枚数としてはいるかなってあとやっぱね片野坂監督が前回いた時のメンバーもいますんで、まあ、ここは大きく補強は不要かなというか、ね もしますでやっぱり問題なのがセンターフォワードですかね、まあ、長澤選手がいたんですけど、契約満了というところで、その次、は伊佐選手、今シーズン使われましたが、ただやっぱり伊佐選手もこう年間10点、20点取るよりも泥臭くね、えー、点取る以外のところで頑張る選手にはなってきますんで、まあ、点取れる軸が欲しいとなると、やっぱサムエルが1つ、えー、鍵にはなってきそうですけれども、例えばね、昨年のサムエル良かったけど、 今シーズンのサムに関しては、まあ、本当に、ね、いつ見たかなというそれぐらいちょっとカード率が。 悪かったんで、まあ、もう1枚ぐらい軸となるフォワードが欲しいかなというところでしょうかねだからまあセンター方面も補強必須と伊佐、まあ、サムエルの去就かかわらあるかも含めてねこの3人の去就関わらずもう1枚欲しいというところでしょうまあだからこれ補強に関してはね今後いろんな話が出てくるでしょうまあもしかしたらこう片政監督が指導した選手が戻ってくるかもしれないそして、まあもしかしたらガンバからね、えー、来る可能性もゼロではないけどたまあガンバもどうなんだろう。まあえ多分ねガンバ時代 の片澤監督のイメージは多分選手にとってあんまりこうよろしくないのかもしれませんけどというとこでで、あ多分ガンバからはないのかもしれませんが、ただまあ、現在大分は離れてね元大分でプレイした選手ですね、の加入とか、この監督と一緒にサッカーしたい中、多分いると思うんです。こんだけやっぱりね、有名な監督にはえなってきますんで、監督と一緒に J1 をえー目指したいとかね、まあっていう選手は僕はね、J1、J2、J3、関わらずいると思いますんで,で,で、あと片澤監督ってさっき言ったまあ関西 のの方ででねねあの解説をされていたんですよ、ねまあ、主に関西の方で解説というとこなんで、そこで見た選手、まあ、だからセレッソとか神戸とか、えー、ガンバとかこの辺の選手の中で、ちょっと一緒にプレーをしたいなちゅう選手が、もしかしたら現場で見てね、えー、思った選手がいるかもしれませんので、もしかしたら関西方面からの補強とかもあるかもしれんしないかもしれないというとこでしょうかね、ねただまあ本当ずっとねこう関西の方で解説をされていたというとこなんで、まあ、そこら辺の選手に関してはね詳しいんじゃ。 中が、えー、というとこなんで、まあそんな中でね監督が、えー、希望する選手をクラブが取ることができるかどうかというところも一つ鍵に、えー、なってきそうですけどもね。と、はい、いうことで、バルンテサッカーチャンネル J 2の J2 チャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録。